始まるんですか？まだご飯の途中。プリコネチャンネルリライブ。皆さんおいっす、ペコリンの役マオです。ラジオを聴きの主様おいっす、ココロ役伊藤美久です。ラジオを聴きの皆さんぶっころいっす、ギャル役立花梨花です。はい、今回のオープニングのペコリンのセリフは、プリコネームそうめんすさんの投稿でした。キャラクターで読むオープニングセリフも受け付けております。はい、さてさて、今回のオープニングプリンセストークのお題はこちらです。プリコネームシルバーペンギンさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。美食伝の皆さんおいっす。おいっす。先日ミックの誕生日にお二人がプレゼントしたモコモコのマフラー、とってもあったかそうですね。うん、あったかいです。さて、これから寒くなる時期に皆さんは欲しいあったかグッズ、あったかアイテムはありますか？あるいは毎年使っているあったかグッズがあれば教えてください。私はUSB で暖かくなるブランケットが手放せません。でももう寒いですし ね、 すごい寒いですね。私お二人からいただいたマフラーつけてきましたよ、うん、今日。いやー、ありがとう。めっちゃモコモコのマフラーなんですよ、うん、もしかしたらちょっと後で写真撮ってもらってこうなんかあげたいなと思うんですけど、ぜひぜひ。嬉しいです。すごいあったかいです。よかった。でも今日真央さんもマフラーしてきてましたもんね。そう、マフラーしてます。もうダメです。もうダメなんです。髪が寒くて。わかる。髪の毛をくくると、うん、確かにくくっちゃうと。私も今日首がある服ですね、うん、やっぱ首ね大事ですね、はい、首大事です。あったかアイテム、うん、あったかアイテム か、なんだろう。カイロ。そうですね、カイロはでも使いますよね。めっちゃ貼ります。え、貼らるところ、え、貼らないですか？どこに貼る、どこに貼る、うん、え、腰と背中と、うんうん、もうおばあちゃんですか？私もうおばあちゃんですか、もしかして。ちょっと想像してたよりかは、うん、ちょっと想定でね、よりか上だった。上でした、上でしたね。結構貼りますよ、お腹とか。あ、お腹温めるといいっていうね、うん、ね。なんだ、私は家で毎年こたつ出します。あ、いいですね。いいですね、こたつ。なんかもう、うん、抜け出せなくなりそう。そうなの、全然ね、なんだろう、冬になるとこたつの周りに必需品が集まってくる。動く、こたつから出ずに何でもできるように。そうそうそう、ティッシュ取れる、リモコン取れる、うん、みたいな。だんだん生臭になっちゃいますね、こたつの上に。いやー、でもいいな、羨ましいです。あったかいんだ、うん、あったかいのいいですよね。あ、 あれ、うん、生臭って言った。生臭坊主って。やだ、海鮮物。海鮮物。なんだ、物臭だね。はい、そうだそうだ。あ、キル毛布画像ありますって。お、私が2年ぐらいお世話になっているキル毛布というものがあるんですけど、肌触りがすっごい良くて、もうふもふで。知らない。いいんですよ、こちら。あ、これですね、こんな感じの。ほんとだ、キル毛布だ。これ、私が持っているのはカラーバリエーションがすごくて、このブラウン系だったり黄色だったり、うん、赤だったり青とかも緑とかもあって、私は黄色にしたんですけど。はい、いいですよ。いや、あったかい、もっこもこですね、本当に。はい、腕から足から全部隠れる。もうね、すべてを包み込んでくれる。うわ、このまま寝れちゃいますね。寝れちゃいますね。すごい、なんかパッと見はこう貴族感あるんですけどね。うん、確かに。高級感みたいな。高級ローブみたいな。ある。ぜひ、ちょっと買ってみようかな。うん、これいいね、便利ですね。いいですね。はい、みんな暖かくして過ごすんだよ、はい、うん、風邪ひいちゃダメですからね、うん、はい、ということでプリコネチャンネルリダイブ、この番組は2017年リリース予定のゲームプリンセスコネクトリダイブの、世界や魅力を余すところなくお届けするラジオ番組です。それではそろそろ冒険の旅に出発しましょう。プリコネチャンネルリダイブ第16回。もうラジオ、始まるんですか？まだご飯の途中。プリコネチャンネルリライブ、この番組はサイゲームスの提供でお送りいたします。
つながるジングル。サフラン花火さん、お腹いっぱいで眠いんですか？じゃ、デザートは私が夢の中まで持っていきますね。改めまして、パーソナリティのプリンセスコネクトリライブ、ペコリンの役マオです。パーソナリティの心役伊藤美久です。パーソナリティのキャラ役立花梨花です。なんとさ、朝聞いたんですけど、山手線のいろんな駅にプリコネの看板が出てるんですってよ。見た人いるかな、もしや。見た、みんな。いやー、そう、もうすでになんか見つけて写真撮ってくれた方とかもね、いるって聞いたんですけれども、いや、しかもその駅ごとに、あの、なんていうんですか、駅というかキャラクターが違うんですよね。ね、そうなんですよ。ぜひ我ら美食でも探していただいて、探していただきつつ、いや、いいですね。見たい見たい。ぜひ見つけたら報告ツイッターなんか、はい、ぜひぜひ、待ってます。さて、今回番組前半で紹介するお便りのテーマは、いわゆる普通おた、私たちに対する質問など普通のお便りをご紹介します。はい、ではまず早速、ブリコネームタバスコトバスコさんからいただきました。ありがとうございます。気をつけないと、目がーってなっちゃう。目が、ね、白い服が白いよ。大変。はい、マオさん、伊藤さん、立花さん、はじめまして。うわ、はじめまして。おいっす、おいっす。プリコネリダイブ事前登録15万人達成おめでとうございます。ありがとうございます。僕も事前登録しましたが、今からリリースがとても楽しみです。たくさんの方に愛されるゲームになるといいですね。さて、皆さんは何かハマっているアプリや、こんなの便利だよっていうアプリなどはありますでしょうか？お聞かせください。ですね、ありがとうございます。ありがとうございます。ハマっているアプリ、便利なアプリ、なんか最近見つけたのが、はいはい、あの選択絵表示が、去年か一昨年かに変わったじゃないですか。あ、そうですね。あの選択絵、なんかあのお洋服みたいな、そう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 、マークマーク変わったんですか？あ、いや変わったよね。なんかね、こう、はい、あんまりこう洗濯機入れちゃダメだよとか、なんかいろいろ書いてあるんですけど、その、絶対に、あれね、あれね、なんか変わった新しいそのマークが何を意味するかがまだいまいち覚えられなくて、丸 P とか丸 P、なんかそういろいろあって、ね、なんだっけってなった時に、そのマークをピッ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 って選択すると、こういう感じで洗って、こうやって干してねって答えを出してくれるアプリがあって、それは便利、うわーと思って、女子でも素敵な便利、家庭感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 、ちょっといいですね。すごいですね、生活感が半端ない。あ、それそれそれ、わー、なんかいっぱいあるな。何ですかその下線。そう、もうよくわかんない。下線が増え、桶の下線が増えると、はい、優しく洗ってねみたいな。そう、優しさの パロメーターっていうんですか、おかしくないですか？なんか三段階、三段階、もう弱中強でいいじゃないですか。そうなんです。一本ないの、一本二本とか、そう、なんかね、確かに世界基準に合わせたんです。そんなのネットに入れて合わせばみんな同じ。すごいな、絶対縮むぜ。いやー、これは本当ね、助かってます。便利、そう、便利ですね。ありがたい。なるほど、私は最近あの快眠アプリみたいな、何それーって、はい、こう何時に起きたいっていうのを目覚ましをセットすると、はいはい、その自分の寝ている中で一番浅い眠りの時に、はいはい、起きやすい時に目覚ましで起こしてくれるっていうアプリがあって、そんなの分かるんだ。そうなんです。でしかもこうどれだけその寝てた時間、そういう波というか深い眠りになったかみたいなのも計測してくれたりとか、何時間睡眠取れましたとか、ちゃんと全部記録してくれて、いい、嬉しい。そうなんですよ。ただあれ、ベッドの上に一緒に寝ないとダメですよね。そうです、そうです。そうなんだ。気づくと私落としてるんだ。じゃあもう急にあれ、ダメなんですね。あれ急に計測できなくなったな、できなくなっちゃったみたいな。大丈夫かなって、そうわかんないよってなっちゃいますね。え、まおちゃんは寝相は激しいの？はい、いや、隅っこに置いちゃうんですよね。あー、そっか、そう、当たらないよ。はい、そしたらでも隅っこにそのままスンスン、隔たりがないので、うん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 、そうそう、へー、そ
あでもよく多分ゴロンゴロンしてるんだと思います。寝返りとか、はい、あらなるほど。ミクはじゃあ今はそれで快眠で、快眠です。すごい、すいやーじゃあいいんだね。なんかこういう、うんうん、なんか結構歩数とかその日歩いた歩数まで数えててくれてて携帯で、なので今日はこれぐらい歩きました、うんうん、このぐらいの睡眠が取れましたみたいなのも出してくれたりとかするんですよ。なんか本当におばあちゃんアンポケを確かにカイロとかおばあちゃんなのかもしれない、もしかしたらもしかしたらおばあちゃんかもしれないですちょっと試してみてください。ちょっと調べてみよう、はい、みんないろんな便利なアプリ知ってるんですねさんもぜひ。私全く知らないんで何にも言えない。あでも乗り換えとかは、ね、乗り換えアプリは、うんうんうん、そうですね、あれ便利です。ハマってるというかもう常日頃常日頃あれは使って、あとマップね、あマップマップ、マップ便利、はい、確かにね。それサラリーマンさんみたいな確かに。じゃあ続いていきましょう、はい、プリコネーム本ちゃんさんです。ありがとうございます。マオチミックリッカ様おいっすー、おいっすー。毎週楽しみにしています。私はこのラジオを聞いて声優ってすごいなって感じでちょっと興味を持ちました。そして質問です。皆さんは泣くシーンや叫ぶ笑うシーンなどで一番表現するのが難しいと感じるシーンはどこですか？16歳女性の方からです。すごい高校生だ。嬉しい、いや嬉しいね。このお仕事に興味を持ってもらえるというのは。そうですね、嬉しいですね。ラジオでって、うん、しかも嬉しいですね、うんうん、なんだ難しいシーン。難しいシーンもうこれ人によりますもんね、完全に。そう、まあ、キャラクターさんにもね寄ったりはするけれども、ね、うん、なんだろう感じる難しさ、なんだろう。なんか泣いたら喋れなくなるじゃん。あ本気でぐじゅぐじゅになって、うん、ってなるけど、はい、なんか泣いてるけどちゃんと綺麗に話さなきゃいけないっていうのはなんかこうね、うん、やっぱりベタだけど難しいというかちょっと気をつける点ではあるかな、うんうん、確かに叫ぶシーンとかも一個そのさ、うん、なんていうんですかね、一個の一話の収録の中にあるだけで、うんうん、ちょっと気合い入れなきゃっていう気になりますよね。あこのシーンを気をつけなきゃとか、うんうんうん、このシーンのために明日喉ちゃんとやっとこうとか思いますね、うん、私笑えなくて、うん、どうしたの違います、そんなうまく笑えないのみたいな感じじゃないけど笑うの苦手で。嘘、キャラで。でもそんなイメージ全然ないですね。あ本当ですか。なんかあはってずっとこう笑ってられなくて、もうなんかあははっていうのを台本の中で見るとまあ息が全部出ちゃってそう普通にこう笑うときは笑えるんですけど、うんうん、キャラとしてキャラクターとしてこうなんかアハハハって言うとこのアハハハハってなるここで呼吸息がってなる、下手かってなるんです。あでも確かにキャラクター難しいですね、キャラクターによるから、その子の状態でこう喜怒哀楽するからね、大変ですね。頑張ります。はい、続いて、はい、あらあらあら、今回も来ましたか、うん、もう一個、はい、今回もありますよ。心理テストのコーナーです。コーナー、勝手にコーナーにした心理テスト来ましたよ。はい、プリコネーム穀物連鎖さんからです。お、ありがとうございます。はい、皆さんおいっすー、おいっすー。はい、心理テストシリーズです。来た、yeah. 質問、うん、あなたがとっても食べたいパンを買おうとしていると、うん、ある人に横取りされてしまいました、うん、横取りしたのは何歳ぐらいの人でしょう。あ、待って、買おうとしている人が、はい、買おうとしているのの横取りか、とある人に横取りされてるってことですか。自分がこのパンを買おうとしたら、これを誰かに横取りされた、この誰かは何歳ぐらいの人。そうか、なるほど。うーん、へえ、はい、決めた、みんな決め、いや、あ、迷う、あ、待って
すごい勘違いしてた。もうなんか自分が買って食べようとしてたところを横取りされたのかと思ってた。すごい失礼しました。そっか、買おうとしてる人か、買おうとしてる人だったらまた違ってくるな。あ、でも合ってるんじゃないですか。あなたが、うん、とっても食べたいパンを買おうとして、うん、していると。だから食べるっていうか、うん、買おうとしてた時に取られちゃったんですよね。取られちゃったっていうことですね。じゃあそんなに年齢低くないな。はあ、割と私ね、うん、今2人で迷ってる。何も決まりました。どっちだろうな。あ、決まった。はい、決まった、はいはい、よしよし、誰かな。あ、じゃあ私から58歳のおばあちゃん。58歳。あー、うん、なるほど、うん、私はちょっとイケイケのギャル。ちょっと若めのなんか18、9、いや17、8ぐらいかな、うん、私は小学生、小学3年生ぐらいだから、うんうん、10歳ぐらいの男の子、うん、男の子、うんうん。さあ、これは一体かな、はい、何を判断する心理テストなのか。はい、年齢。全身年齢。待って、58。待って、10歳なんですけど。18。私18。イケイケじゃん。イケイケですね。マジか、年齢は驚き。ちょっといやすごいラジオですよ。どうこれ、ね、だって10歳と18歳としかも男の子、男の子、私男の子ですから、しかもマジで老若男女。実はわーすごい、何よか、わーすごいな、面白い。そうなんだ。いや、まあ確かにそうかもしれない。スタッフさんから見て当たってます。当たってるんですかね。うなずいてるし、うなずいてる。58だと思われているのか、私も。おばあちゃんだと思われる。キルモーフが。いや、でもまだまだいけますよ。58も。そうですね、まだいける。そうですね、おばあちゃんにはまだ早い。まだ早 いですよ。まだ早い、おばあちゃんにはまだ早 い。いや、面白いなこれ。面白かったです。ぜひまた心理テスト送ってきてください。番組後半もリスナーの皆さんからのメールを紹介してトークしていきます。最後までお聞き逃しなく。つながるジングル。夜寝るときはいつも侍主様のことを考えています。そうするとすごく安心して眠れるんです。では今回の番組後半はこのコーナーから。美食伝大喜利。はい、こちらはいわゆるネタ投稿コーナーです。現在募集しているテーマはこんな美食伝は嫌だです、うんうん、こんなギルド美食伝は嫌だ、こんなペコリーヌは嫌だ、こんな心は嫌だ、こんなキャルは嫌だという感じで投稿お願いします、うん、今回は、こんなギルド美食伝は嫌だの特集ですよ。はい、皆さんね、面白いもの送ってきてくださいましたよ。まずはポリコネームシャルモンさんからのこんなギルド美食伝は嫌だ。そもそも食べることにあまり興味がない。なんでこのギルド作った。美食伝って名前になぜしたのかが問題ですね。辛いわね。辛いですね。じゃあ続きまして、はい、プリコネームから揚げボディさんからのこんなギルド美食伝は嫌だ。全部お取り寄せで済むと言って旅に出ない。何のためのギルドだ。何のためのギルドだ。旅に出るためだろう。いや、思っちゃったんだね。はい、じゃあ続いてプリコネームタロスさんからのこんなギルド美食伝は嫌だ。食に対してガチすぎて和気あいあいとしてない。食べることもしない。でもギルド名としては間違っていない。間違ってはない、ね、仲良し小良しじゃないんですね。このソテーのなんたらはこうだと思うんだけどみたいな。私は塩肌はそうなのみたいな。いや、ある意味面白い。面白いですよね。続いてプリコネームリュウさんからのこんなギルド美食伝は嫌だ。最後に残った最高級肉1枚をそれぞれが身につけた技の限りを尽くし奪い合う。
喧嘩じゃないですか。あーもうそう喧嘩ですよ。最後の1枚になったらアップを始めよしやるかよしやるか面白そうでも面白そうですけど続きまして、プリコネームセッコさんからのこんなギルド美食伝は嫌だ。お店に入った時はここからここまでのメニュー全部くださいと注文する。お金ある。お前言ってみたい言ってみたいペコちゃんなら食べられそうだな。確かに、うんうんうん、はい。じゃあ続いて、プリコネームハッチーさんからのこんなギルド美食伝は嫌だ。3人とも好き嫌いが多すぎて食べ残しが異常に多い。これはいかんな。いかん、いかん、いかん。残しは良くない。ちゃんと食べないと、ね。続いて、プリコネームケケゴロウさんからのこんなギルド美食伝は嫌だ。お会計がいつも皿洗い。これさっきのここからここまでのメニュー全部くださいって言ってたから言っちゃったから、あ、足りないってなって毎回なんか隠し毎回やってるんですそれ面白い。あ、でも面白いですね。みんな冴えているみんな。他にもありがとうございました、新コーナー美食伝大喜利投稿お待ちしております。さて続いては、お待たせいたしました、リッカ様演じるキャルに一括してほしいことを送っていただくキャル様の一括。はい、来ました。じゃあ読ませていただきます。はい、プリコネームプルプルシュガーさんです。ありがとうございます。マオさん、ミック、リッカ様、おいっす、おいっす。自分は毎朝なかなか布団から出られません。ただでさえ眠いのに、ふかふかで気持ちいい布団の中がこれ以上ないほど極楽に感じてしまうのです。もう5分だけ、あと5分だけとか言ってるうちに時間はどんどん過ぎて大変なことに。キャル様、こんな自分を一括してくださいということでした。気持ちはね、わかるのよ。よくわかる、みんなわかるんですけれども、これはキャルちゃん的にはね、もうカツを入れないといけないですから、うん、はい、よし。それでは、うん、キャル様お願いします。おはよう、プルプルシュガー。ん、まだ寝てんの？しょうもない、あんたなんて一生目を覚まさなかったらいいのよ。すぐ来られた、それは起きなきゃいけない。起きなきゃいけない、それは。ごめんなさい、ごめんなさい、起きます。起きれるといい。それを思い出して私も頑張ります。頑張ります、私もキャル様の一括を思い出してちゃんと起きます。私も頑張ろう、頑張りましょう。はい、続いてはこのコーナー、もっと美食伝。はい、ギルド美食伝のメンバーとして私たち3人がもっともっと仲良くなるためにさまざまな試練を受けて協力したり対決したりするコーナーです。はい、今回の試練はこちら、遊園地デート対決。はい、こちらですね、プリコネーム俺は悪く姉さんからいただきました。ありがとうございます、ありがとうございます。マオさん、伊藤さん、リッカさん、おいっす、おいっす。今回挑戦してほしい試練は、初めての遊園地デートに来たカップルをお願いします。僕は遊園地デートをしたことがないので、どんな感じなのか知りたいのでよろしくお願いしますっていうことですね。なるほど。私はどっちにしたらいいんですかね。男の子、女の子。これ今回はじゃあ、はい、今回はペアで協力プレイみたいな、はい、はい、協力プレイをしていただいて、どのカップルにキュンと来たかっていうのを、なるほど、はい、それをブースの外の皆さんにいただこうと。なるほど。はあ、協力プレイ、協力プラスこう戦うっていう対決っていう、そうですね、うん、はい、なるほど。いや、緊張する。まずは、まずは、はい、まおちゃんが彼氏で、はい、私が彼女、はい、お、で、見たい見たい、初めての遊園地デートに来たカップルね。初めての遊園地デート、いいですね。うわ、キュンとさせられるように、お互い頑張りますよ。はい、それでは二人とも準備はよろしいですか。はい、それでは遊園地デート対決スタート。わあ、ずっと来たかったんだ。今日は連れてきてくれてありがとう。もう、まあ、うん、俺も来たかったところはあるからさ。本当？うん。あ、
観覧車乗らない？観覧車は最後の方がよくない？なんかいろいろこう回ってからとかの方。そう？いや、なんかまず遊園地をこう眺められたら楽しいかなって思ったんだけど。ああ、そっかそっか、そうだな。最後の方がいい。2回乗ればいい、2回乗ればいい2回乗ればいいか。まおのすけくんは高いところ好きなの？高いところ、まあ好きだよそうなんだ、うん、ってことはジェットコースターも大丈夫だよね。うん、じゃあまずジェットコースターから行こっか。そうだな。うん、見て見て、あれすっごく速そう。行こう。おお、行こうよ。いや彼氏さんちょっと話、なんか便宜上なんかすっごいあるウィンウィンしすぎて初めてのデートだって寄ってきた感がすごい。やっぱ下心が下心がもう観覧車は最高俺はそこでって思ってたことがあるな。あ、最初に行くか俺のプランが俺のプランがでも自由気ままな彼女さんも可愛かったです。可愛かった、ね、振り回されるの楽しかった、うん、じゃあ続いていきましょうか。はい、続いては私立花が男の子でミクが女の子。はい、やってみます。やりました。よし、それでは準備よろしいですか。はい、それでは用意スタート。あー、デート初めてだね。おえ、緊張してる？え、してねえ、してねえよ。え、緊張してるでしょ。なんだ、お前こそ緊張してんじゃねえの。全然。え、すごい楽しいよ。まあ俺も楽しいけどね。やだやめろよ。なんだよ。え、じゃあ何乗る？そうだな、お前絶叫系とか大丈夫なの？絶叫系怖いかも。いやでもちょっとぐらいならいけるんじゃねえの？じゃあまあリカオが一緒に乗ってくれるならまあ乗ってもいいかな。じゃあ乗った後頑張ったご褒美くれる？ご褒美ご、いい、何でもやる。みくみのためなら俺何でもやるよ。みくみ嬉しい。じゃあジェットコースター行こう。乗ろう。はい、終了。楽しい。なんでそんなイチャイチャしてんの。楽しい。もうなんか顎出るよ。顎出てる。顎出てます。ほんと誰か苦いもの持ってきて苦いから。恥ずかしいよ。すごいイチャイチャして初めてのデートそんなイチャイチャしないからね。幸せだった。ちょっとちょ小悪魔系女子をイメージしたんですけど。そうですね、みくみやべえ。みくみやべえよ。いやよかったこれ。すっごい可愛かったけど、なんかもう、まあ、途中から真央さんの目が見られる。そう、なんかすごいイチャイチャしてると思って。だね、視線が刺さってくる。そう、あ、もう早くなんか早く行ってよ。ちょっとこうしたもう行くね。そう。じゃあ最後は、はい、ミックが男の子、はい、真央ちゃんが女の子で、あら、やりました。調整してみましょうか。はい、ご準備はよろしいですか。はい、それでは用意スタート。初めてのデートだな。ね、まさか遊園地来れるとは思ってなかったからすごい嬉しい。いや、ずっと行きたいって言ってたじゃん、うん、だからサプライズでチケット用意したら喜ぶかなと思って。ありがとう、すごい嬉しかったもん。本当か、うん、じゃ あ、ね、うん、だからいろいろ回りたいところとか、うん、こうなんかもしよかったら一緒になんか回れたらいいなって思って昨日考えてきたところあるんだけど一緒に回ってくれない？いい？さすが真央子。じゃあその通りにとりあえず回ってみようか。いい？じゃあまず最初はあの人気のジェットコースターから行きたいなって。おお、ジェットコースターからね。うん、いいよいいよ。なんかね、写真付きらしいからね。ちゃんとピースしてね。いいね、うん、いいね、ピース、うん、買って帰ろうね。あ終了。ミクが出たぞ。ミクが出た。可愛かった。なんだよ、可愛かった。なんだよ、二人とも普通に楽しんでんじゃんか。もう今普通に楽しい。嬉しかったのも今すぐ想像しちゃったもんだって今。いいな、買って帰る。私も写真撮りたい。買って帰る。二人想像しちゃってるとき思わず出ちゃったな。
いやいいね、うん、素のミクが出て、うん、可愛かったはい、ということで、全てのカップル終了でございますが、はい、果たしてどのカップルが良かったのか、スタッフさんに判定してもらえますか、うん、はい、じゃあ最初の、男の子がまあ、初々しかったっすよね。初々しかったよ。女の子が良かったっす。まおちゃん男子と立花女子のカップルが良かったと思う方。あ本当にちょっと初々しすぎた。初々しすぎました。なるほどね、まあまあまあ、情けなさすぎた私あら、続いて、立花男子とミック女子が良かった方、はい、挙手。あ、もう本当に、あら、1、2、3、4票。4票、4票、すごい、ありがとうございます。さあ、そしてミック男子とまおちゃん女子、良かったと思う方、挙手。お、やった、嬉しい、2票ということは、あ、私名前なんて言われてたっけ、リカオ、リカオだ、リカオ、リカオとミクミのカップルが勝利でございます。もうすごい、だって甘々だったもの。ちょっと甘々すぎましたね。いや、もういい、それぐらいでいいのありがとう、そうね、うん、よかった。でも、初めての協力プレイということで、試練を乗り越えて仲良くなれたかなということで、うん、以上、もっと美食伝でした。私たちにチャレンジしてほしいお題、協力してほしいこと、お待ちしています。つながるジングル。セイル、おいしいお店見つけたから連れてってあげるわよ。他のやつには内緒だからね。さて、今回はロストプリンセスを聞きながらお別れです。ではここで番組からのお知らせ。プリンセスコネクトリダイブ2017年リリース予定、事前登録受付中です。事前登録者数がついに15万人を突破しました。イエーイ、事前登録者の人数に応じてリリース時にプレゼントされるアイテム特典がランクアップしていきますので、ぜひ皆さんエントリーしてください。そして日本コロンビアよりプリンセスコネクトリダイブボーカル CD プリコネキャラクターソング01が発売中。私たち3人が歌うプリンセスコネクトリダイブメインテーマ曲ロストプリンセスに加え、ユイ役の種田梨沙さん、日和役の遠山奈央さん、レイ役の早見沙織さんが歌う前作プリンセスコネクトテーマ曲つなぐものも収録。さらに私たち3人とユイ、レイ、日和の取り下ろし CD ドラマ雨のち笑顔時々空腹も収録されています。ぜひぜひ聞いてみてくださいね。さて、番組ではリスナーの皆さんからのメールを募集しています。プリンセスコネクトリダイブについてのお便り、オープニングで私たちにトークしてほしいお題を送っていただくプリンセストーク、ペコリーヌ、コッコロ、キャルにジングルで囁いてほしいセリフを送っていただくつながるジングル、一押しのプリンセスについての投稿推しプリ、日常生活の選択について送っていただくプリンセスセレクト、体験した幸せエピソードについて送っていただくコネクティングハッピー、伊藤さん演じるコッコロに添い寝しながら囁いてほしいセリフを送っていただくコッコロのおやすみなさい主様、立花さん演じるキャルに一括してほしいことを送っていただくキャル様の一括、私演じるペコリーヌに褒めてほしいことを送っていただくペコリーヌちゃんに褒めてもらおう、美食伝のメンバーに乗り越えてほしい試練を送っていただくもっと美食伝、こんな美食伝は嫌だというネタ投稿を送っていただく美食伝大喜利などなど、どんどん送ってきてください。詳しくは投稿フォームをご参照ください。プリコネチャンネルリダイブは響きラジオステーションで毎週木曜配信、次回第17回は11月16日木曜に配信です。カレンダーにぜひメモしておいてくださいね。ではプリコネチャンネルリダイブ第16回はここまでです。お相手はペコリーヌ役マオト、コッコロ役伊藤美久と、キャル役立花梨花でした。来週もプリコネチャンネルにリライブ。プリコネチャンネルリライブ、この番組はサイゲームスの提供でお送りいたしました。はーい、そう、すごいですね、各駅に山手線に看板、嬉しい、いや嬉しい、大きいですよね。
っと今画像を出してもらっているんですけれども、実際写真を撮ってくださっている方の、もうなんかね、写真を撮ってツイッターに上げてくださってる方がいて、ありがとうございます。美食殿だ。美食殿は渋谷2番線ホーム、ですね。すごい大きく、マジでマジで、わー嬉しい、わー、キャラクター名もちゃんと書いてあって嬉、しい、嬉しい、しい、あ、トゥインクルイッシュさん、わあ、ギルドごとに、本当にギルドごとに、あ、美食殿は池袋にもいますね。ありがたや、ありがたいよ、嬉しいっす。そう、そして嬉しいことにですね、こちら名古屋と大阪にもあるよっていうことで、マジであるよ、あるの、あるの、あるんだよ、嬉しいです。ぜひ見つけたらみんなのハッシュタグプリコネアールで、つぶやいていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。見に行こう、まず見に行こう、ね、見に、私は母に電話や、あ、そうだ、大阪、そうだ、あ、電車乗りや言うね大阪は地下鉄かな、わー、いいですね、はい、皆さんよろしくお願いします、お願いします。では次回も聞いてくださいね、バイバーイ。